2018年9月29日、まあ台風の日にちょっと仕事があって、ちょっと風がやらやんでるうちに仕事の職場に行こっかなと。あ、わかります、気が折れてます。だいぶ気が折れたりなんやかんやして散らかってますね。まあ仕事がなければ家でじっとしてるとこなんですけどね。ちょっと風にあられ、ちょっとハンドル取られるところもあります。はい、木が倒れてます。まあこういう時は家でゆっくりするのが本来なんですけど、まあしょうがないなと、仕事ですし。